ひらかずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたします。起立お願いします。お願いします。お願いします。こんばんは、ひだかずこと平井和孝です。今日は2018年最後の放送です。その2018年最大のひだかずニュースといえば、私高校を卒業して今年で30年目なんですね。で、今年の6月に高校時代同じ部活で頑張っていた同窓生から突然電話がかかってきて、どうも私の母校では卒業30年の年に記念事業として寄付を募って現役の後輩たちに記念品を贈呈するという活動が代々受け継がれてきていて、今年は我々84回卒業生の順番だって言うんです。実は私2つ上の兄がいるんですが、同じ高校なんですね。ですので2年前にその30周年記念事業をやってるんです。ですからそういう行事があることは知ってました。そのうち誰かから連絡が来るだろうな、そしたら寄付しないとと思っていたんですが、その同窓生が実行委員として準備手伝ってくれないかって言うんです。私高校時代そんなに目立ってたわけでもありませんし、生徒会長とかやってたわけでもないんです。まさか自分が実行委員になるなんて思ってもなかったんですが、そこは同じ部活の仲間に頼まれたらいいよって言うしかないですよね。そして7月だったと思うんですが、第1回目の会議があったんです。15人ほどの委員が集まっていたんですが、何がどうなってそうなったのかはわからないですが、私実行委員長を引き受けることになってしまったんです。この記念事業は寄付を集めるだけではなくて、学年全体の大同窓会もやるんです。その総責任者になったってことです。私上ジョビでは副校長をやってますけど、これ副ですからね。こんな大役は中学生の時の給食委員長以来なんです。もう大変なこと引き受けちゃったなと思ったんです。で、今日の放送で野沢北高校84回生卒業生の皆さん、後輩のために寄付お願いしますね、同窓会もぜひ来てくださいなんて公共の電波を使って言いたいんじゃないんです。いや、ちょっとは言いたいですよ。いや、もう言ってしまいましたが、でも今日一番言いたいのは引き受けて本当に良かったってことなんです。何がというお話はまた来年。それでは良いお年を。ひらかずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたしました。